はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ブレニーでございます。さて、休みの日の不定期開催っていうか不定期収録なんですが、ファーミングシミュレーター20ですね、やっていこうと思います。ちなみに今これはキャノーラですね。菜の花、菜種の収穫、ちょうどもう収穫可能は一番最後の成熟した状態なんで、これを買っていくという感じになりますね。と、まあ、ちょっと変わってまして、結構何回か普段やってるんですけど、まあやりながらというかまあやっぱりこれあれなんですね。ちなみに菜種は初めて作ってるんですけど、麦系ばっかり今育てたから、この、なんていうんですか、藁ができるんですよね、麦系は。まあまあ、日本だと藁っていうと米の稲藁が中心なんですけど、まあよく麦藁帽子なんていう感じで、あれは確か大麦だったかな、麦だったかな、大麦かな、麦茶の原料が大麦ですよね。あとなんか最近だとお菓子作ってなんかあったりしますよね、大麦の。大粒麦はなんか健康食みたいな感じで結構食べられてたりするんですけど、まあそれと違って要は、殻、この大豆を取った腹に、まあ、価値がないから、こう切り切ってこう細かくしてもう巻いてしまうみたいな。稲わらも2種類あるんですよね。確かスイッチで、まあ実家であれしてたんで分かるんですけど、スイッチこうガチャって切り替えるとカッターがこう針のところに流れるようになってて、そうするとこう稲も細かくなって捨てられるっていう仕組みなんですよね。今時間軸はいくつなんですかね、これ。8時間か。まあまあまあいいでしょう。そうですね放送やってない時とかは、育てるのに時間を伸ばしたりはしてますけどね。キャノーラって言って、まあパッとするあれはないかもしれないですけど、まあ要は菜種ですよね、菜種油の。まあキャノーラ油とか言ってるところも多いですけど、日本だと古くから菜種油って使われてきた油ですね。まあ油の質で言えば中ぐらいかな。日本は結構いろんな油を使ってる国ですからね。揚げ物油で有名ですね、やっぱり一部の地域だとあんどんとかの燃料として使われているところなんですけど、江戸のようは江戸時代の江戸に関してはイワシの油がメジャーだったって聞いてますね。要は魚の油なんですけど、匂いがやばいらしいですね、こう生臭いだからその匂いが嫌だから早く寝る人が多かったって話ですね。暗くなってる。あとはまあ刀とか刃物用の油だと椿油なんかを使うっていうのはよく聞きますけどね。先人は本当にすごいと思いますよね。だって絞ってみようっていうあれはないですよね、普通に考えて。植物には要は種に蓄その子孫を芽を生やすために蓄えるものが違うんですよね。だからその油を蓄えてそれをエネルギーとする種と、まあ澱粉質、まあ糖質をこう蓄えてそれをエネルギーにしてっていうのが2種類あるんですよね。
だからまあ菜種は油をこう種の栄養源になってるってことですね。でまあよく知る米やあとは麦なんかは、まあ、でんぷん質をこうエネルギーにして種が芽を出すっていう仕組みなんですよね。だからまあ、そこまでよく知らないんですけど、一応その発芽効率だかなんだかっていうのがある感じ、それだけ単純に見ればでんぷんの方が効率はいいらしいですね。そのエネルギーっていうか、人間の体に関しても何ですかね、人間っていうかまあ生き物、まあ動物ですねの体で言っても、蓄え方って主に2種類あって、あれ話したことあったかな、油で蓄えるものと、まあそうですね、油として蓄えるものと、あとグリコーゲンって言ったかな、糖質で蓄えるパターンがあるって言うんです。ただこの場合は逆で、油の方が面積、まあ、体積あたりとエネルギーに量は多くなる。ただし変換効率、まあ、その素早くエネルギーにはできないらしいんですよね。一方の糖質として保管する、まあこう保管されると体積はかさばるから量は多くはできない代わりにすぐにエネルギーにできると。動物によってこれは使い分けてるという話ですね。まあ、持久力のあるったりするところはやっぱり、まあ、油で、まあ、人間も要は油でっていう言い方すると失礼かもしれないですけど、まあ腹回りというか油って考えるとやっぱり、それだけやっぱり、蓄えないとやってられないその進化の過程を得てきたのかなって時々思いますけどね。つってもなんか話題性には欠けるんでしょうね。前回のもまあ見直してみたんですけど、すこぶるこのなんか独り言を永遠と時々うんちく交えながら話してるような、で永遠とこう麦とかを買ってるっていうあれになってて、さすがにこれどうなのっていう感じなんですけどね。まあこう何人かで集まってて談笑してるようなやつとか、あとは一つ考えたのは、今後ちょっとなんか雑談会みたいな感じでライブ配信をこのいつでできればなとは思いますが、こう録画でやることはあまりないのかなっていうのが一つの感想ですね。ただ正直このまあ収録自体が11日にまあ休みだからって言ってやってるんですけど、単純になんていうんですかね、今の時期まあ全くないわけじゃないけど、こうやりたいゲームがちょっと乏しいなっていうところがあって、もちろん動物の森のイベントとかもちょくちょくやったりとか、あと、まあ、あれ前回話したかな、一応自分なんかだと APX をちょっと友達と一緒にちょこちょこってやったりとかしてるんですけど、まあ、そっちも全然エンジョイ勢なんで、こうランクとかやってないんで忙しくなくて、まあ、こういうのんびりしたゲームいいなーっつってやってるだけなんですけど、ちょっと待った、これ結構いっぱいだな、こっちに持ってきちゃおうかな、そしたらここにこういう向きで駐車をして、ここに用意してあるからこれで、隣は他の畑ですけどね。
まあ、時期的に10月って言ったら何でしょうね。トウモロコシって俺夏のイメージなんですよね。なんか、盆からちょっとぐらいの、ああ今の時期だとあれかな、玉ねぎとかじゃがいもとか、じゃがいもも夏のイメージなんだよな。でこれで、はい。真っ黒。で、前は気づかなかったけど、これ。これすごいなーと思う、このタンク。あ、もうなくなる。いやー、これいっぱい、この窓いっぱいまではいっぱいになればあるはずなんですけど、ってなるとすげえなーと。とりあえずこれはここに置いたままでいいな。どうせ他の人他の人が使う能動、こう能動だったらすげえ邪魔な止め方してるな、これ。なるべく片方に寄せなきゃいけない、ね、普通は左に寄せるの。あとは何でしょうね。あ、まあちょっと前に台風が来ましたけどね。まあなんか思いのほかやっぱり被害は受けなかったんですよね。ただなんかちょっと、あ、まあ販売系のちょっとまあ仕事してるんですけど、あれなんですよね。ちょうど同じぐらいのタイミングで去年は台風が来てるんですよね。でなんか、その台風のため休業みたいな対策を取ったっていう記録があったんですよね、ちょっと調べたら。そう考えると10月の台風ってなんかちょっと舐め腐ってた自分が言うんですけど、まあそれは良くないなぁなんて思ってました、思いましたね。もしかして残ってんのかな、これ。ほんのり色が。あ、残ってる判定だ、これ。マジ？ここ残ってるのか。少しじゃあちゃんとぴったりじゃなくて、結構あれで切っていかないとダメだな、これ。もったいない。残ってる判定すごい、ちょっとだけ。これ見えないところにあれがある、仮の腰がある。あとは何だろう。ああ、そういえば油菜でしたっけ、日本語で言うと。キャノーラって、菜の花って言うと春のイメージがあるけど、なんかこう一年中作ったりできんのかなーってのは一つ思いましたね。ちょっとあれ、ちょっとあれ、まっすぐ買わないとなー、これ。
ああ、そういえば、まあ、ゲーム内の進捗点というかについてちょっと話しましょうか。そしたら一応、まあ、ゲーム内のそのや、まあ、成果としては、まあ、ちょっと結構、ちょっとやっといてもらって、まあこの、まあだいぶこの大麦とか小麦は結構できて、で買ったものとしては、そのこっちですね、このトウモロコシとひまわりに関しては、あの刈り取りのなんかアタッチメントが別でいるって言ったんで、これをまあ自分で買いましたね。そのまあ育てられるようにと。とりあえず今なんかすごい中途半端なとこ通ったんですけど、まっすぐ 刈り残しがないようにまっすぐにしようと思って。まあそこ刈り残しがあるんですよね、多分。一回切り替えたところ。特に話す話題もなくなってきましたね。いえば、なんかゲーム内の天気なんですけど、前雹が降ってて、その時ちょうど収穫しようとしてたから、本当に収穫できなかったんですよね。なんかその最初の始まるとこだかのメッセージかなんかで、雹が降ってる時は収穫できないよってのが書いてあったんですけど 本当かどうか分かんなかったんですけど、本当でしたね。本当に収穫ができなくて、結構刈り取れてしまう範囲が広いんですよね。あからさまに枯れないはずのところも枯れちゃうっていうね。だからすぐに曲がって見えるのかもしれないですね。やべ。フレンドがマリオカート始めたとか出てきましたね。そういえば、前回も言ったかな、PS5 なんですけど、どこも当たらなかったと思う。
正直 PS5 でも多分出ると思うんですけどね、ファーミングシミュレーターって。なんやかんや言って人気タイトル、人気っていうか、まあ、国内ではまあマイナーっていうか、こう知る人ぞ知るぐらいな感じになっちゃってるところはあるかなと思うんですけど、なんか外国、アメリカだかどっかだ、ヨーロッパだかわかんないですけど、ではすごい人気らしいですね、やっぱり。気持ちはよくわかります。なんか話題が尽きてきましたね。もし生放送とかやっててな、少なからず視聴者とかがいてくれたら、なんかチャットで質問流してください、何でも答えますよみたいなのができるんですけどね。そうでもしないと確かに一人で黙々とやってる絵じゃなかなかな。そうやって友人とかが一緒にやってて話ができればなと思いますけど。確か前作のでも PS4 版、前作っていうか16、18だったかな。PS4 版で出た時は、一応オンラインでその、できる設定があったんですね、あの時は。あとそういえば、後からあの後気づいたんですけど、コントローラーのこれ、ジョイコンが実は健在でして、ジョイコンでも運転できてしまうと思う。ああ、まあ今やってみますけど、例えばこう、今これ、ジョイコンで操作してるんですけど、こう、傾けて いけてしまうという。トブル操縦はしにくいですけどね。あ、これです、これこれ。ちょうどあの、この溜まってく感じがすごく収穫してるっていう感じを彷彿させますよね、本当に。これやってみますか。これで。これは、ああ、買い残しがありそう、すごい。 すごく買い残しがありそう。 買い残しがまあ100歩で多少あったとしても、まあ耕作、カルティベーラーってまあ要は耕作機、もう一回植えられる状態にするやつで消せればいいんですけど、もし消せない、生えたまんまになって次の作物がその周り生えたら、確かこれ別の作物を同時には最終というか買い取りできないはずなんで、そこが心配なんですよね、どうも。で、後ろ見えない。ミラーの質が良くないから後ろが見えない。 でも、あ、でもまあまあすぐ引けてはいるかな。これこの視点でこれ。
本格的にやってるように見えますよね、やっぱりこれ。このあれでやると上がるんですよね、これ本当に。すぐ運転するのって難しいんですよ、これで。もともと正直免許は持ってるんですけど、ほとんど運転しないもんで、運転は、まず、あれだ、いっぱいだ。びっくりした。向こう側か、走るか。向こうがこっちに来る方が早いんですけどね、本当。近いのかな、これだもんな。いや、これ見えない。あ、出てる出てる。で、出てる？入ってる？これ。おお、すげえ。すごいけど見えねえ、これ。入ってるわ。スレスレだけど入ってるわ。で、あとあと気づいたんですけど、これ。難しい、これやっぱりヘルパーは使ってった方がいいんじゃねえかっていう。どうしてもこの、例えば今これやってる間にあれ運んでくるっていうことができないんで、借り切れるかな。なんかいっぱいになんないかな、これ。こういう運転苦手なんですよね。あんまり得意じゃない。腰がありそうだな。大丈夫かな。あれ、後ろ見えねえんだな、マジ。こんなに後ろ見えないもんかな。でも普通だ、ミラーがもうちょっとクリアに。まあでもミラーまでしっかりしちゃうとやっぱり処理が、あ、なんかあそこあるな、あれ。一旦この辺で行ってみようか。結構残ってるし、これどうやっ
ってると思うんですけど、普段まあ平日も1時間ぐらいかな、何回か寝落ちしてるんですけどね、やりながら実は。やりながらなんかすげえ寝落ちしてて、いつの間にか変なとこに突っ込んだまま、スリープモードにスイッチがなってるっていうのも結構まあまああるぐらいやってるんですけど、こう何回か使ってるはずなのに給油が意外といらないっていうのは何なんだかなーって思いますよね。燃料も高いですからね、正直。ないのかな。実際こういうなんか、特殊な工作機的な感じなんですかねって、なんか燃費悪いイメージがありますよね。大体がしかもディーゼルじゃないとやっぱパワー足りないと思うんですけどね。ガソリン車ってあるのかな。あ、でもトラクターってガソリンなのかな。だと、実家でどう、あ、でもどっち入れてたんだろう、あれ。近くにそうだな、まあ、農業用っていうか、まあ、でも、よく使われてる、その、給油所みたいなとこがあって、そこで入れてるのは知ってるんですけど、ただ、どっちも売ってるはずなんですよね、あそこ。軽油も。軽油もガソリンも売ってたと思うんで、どっちが売ってたか、ただトラクターってどっちなんだろう。すごく素朴な疑問ですね。まあでもそんなに値段変わんないっつっても、でもなんか知んないですけど、まあ固定概念なんで、まあそういう車とか分かる人いたら恥ずかしいんですけど、なんかそのディーゼル車って燃費が悪いイメージですよね、やっぱり。なんか今その軽のガソリン車とかだと30キロぐらい走るみたいな、よく、まあ特に一時ちょっと前もぐらいまでの、今でこそなんか安全アシストがとかそっちが中心ですけど、一世代前はなんか燃費をすげえ売りにしてたイメージがあるんですけど、エコカー減税、エコカー免税とか、あの辺の時期ですね。それこそ5年も前じゃないのかな、3年前とかなのかな。いや5年ぐらい前か、残ってないよな。これ結構気になる。ギリギリ足りましたね。ここは気になるんで走ってみましょう。あ、いや、ないな。よし。で、これ入れたいけど、あれだから、いや、これを、隣の畑に置いて、これ家あるんだよな、これ。あぶねえ。ちょっと。これ、当たってるよね、これ、どう見てもこれ。これは接触してるよね、どう見ても、これ。おう、だってさ、これさ、ミラー見えないもんよ、これ。まあいいや、とりあえず一旦ここに置いてこっちで行きましょうか。ひっくり返したら面白いですけどね。ミラーがね、なんか曇っちゃってるんだよな。これもうちょっとやっぱりリアルに欲しいな。認証してやるんだったら欲しいなと思いますね。まあ、スイッチの処理能力じゃ厳しいのかなっていうのは一つ思いますけども。どう？OK。
よし。ちなみに今のでどれぐらい溜まったんだろう。3%、そっか、これ1個で80で8000リットルだから、そんなもんか。いやー厳しいね。影は見えるけど、おお、出てる出てる。今度は向こう側寄りだった。よし、じゃあ刈り取りますか。すぐ枯れてんのかなこれ。この畑の際ってどうなんですかね、結局。なんかその実家の時にわりかしそのそれで揉めたことがあるんですよね。田んぼやってたんですけど、そのこうまあ四角い田んぼがこうあるじゃないですか。でこういう仕切りの石みたいなのとかこう土手でこう仕切られてるわけですよ、四方を。あぜって言って分かるか分かるか分かんないですけど、まあ要は素で仕切られてるわけですね。なんですけど機械ってこの要はこう縁が外側にある分だけ、実はその苗でいうと1列分から2列分は枯れないんですよね、機械で。どうしてもぶつかっちゃうんで、機械がそこに。でそこを手で植えて手で刈るっていう労力をしてまで植えるのかどうかっていうので、一回実家で揉めた時期があるんですよね、実は。実際取れる量としてはもう大したことないんですよね。田んぼ全体の量の 1% にも満たない量なんですけど、今枚も田んぼやってりゃ確かに、まあ、大きいっちゃ大きいんですけど、そこまでしてやる意味はないっていう派と、そのまあ土地がそれだけあるんだから、まあ、きっちり使いたい、有効的に使いたいって考えるのかっていうのがあってあ、要は結局機械じゃ枯れないですからね。で意外と知られてないかもしれないですけど、田んぼ水田はその入り口のところは結局枯れないんで、自分で刈らなきゃいけないですよね。あ、やべ、ぶつかったなこれ多分こいつにぶつかったな、今これこいつこれにぶつかったな要はこう一段下がって、ああ分かった、もういいや、入れちゃう そういうことなんですよ。意外と機械だから楽っていうことはないんですよね、農業って。っていうのがまあ、田舎っていうかその農家に生まれると分かることというか、結局現実が見れるから、まあ野菜とかこういう、なんだろう、お米とかを大事に食べるようになります。
ますよね、やっぱり。で、そうだ、さっき言ってたそのヘルパーを使うといいことっていうのがある、使ってもいいんじゃないかなって、最初なんか使わないようにとは言ったんですけど、っていうのがあって、例えばこれでヘルパーを流したところで自分がこっちを運転しながらタンクがいっぱいになって、この横をこういうふうに並走してやれば、並走してやれば、あー危ない危ない、こう入れながら、入れてもらいながら操縦が難しいよこれ入れてもらいながらこんなことができちゃうっていうのがですねまあなんか、なんかその他のことをしながらでもそこでならできますしね。ただ地味に多分お金を使うんで、まあ、対応するのは良くないなっていうのは思うんですけど、まあそのフレンドとかできない以上はまあ多少やってもいいのかなってのは思いましたね。良くも悪くも変化がないことってのはね彼これどのぐらいやったかな。にしてもなんかちょっと汚れてきましたね、これマシン。ちょっとな。もう40分もやってんのか。ほんと、まあ、ゲームって時間泥棒って言われるゲーム結構ありますけどね、RPG とか。このゲームはこのゲーム、このゲームとてやっぱり時間泥棒だなぁと。でもどれぐらいやってんだろう、俺。確か、統計ってやつで、あ、じゃあ。やると、あープレイ時間かな、合計18時間か。セッションっていうのは多分ゲームを終了、始めてから終了するまでのことなのかな。だから結構やってるな。もうなんだかんだ18時間やってるのか俺は。
で結局肥料も種も5000リットルぐらい使ってると。後ろ見れたら嬉しいな、やっぱり。これね、そういえば種ってなんで買わなきゃいけないかとか知ってます？実は種の品種は著作権とかと同じで、要はその下手に使っちゃいけないんですよ、実は。まあ種とかにもよるんですけど、まあ、2種類あって、実は理由が、うちの実家も実はそのまあお米育てたって言ったんですけど、まあ、育てたのはコシヒカリ、まあ、有名だから多分皆さんご存知だと思うんですけど、ってまあ品種だったんですよ。だけどこれ毎年その JA のところから種を買ってたんですね。これなんでかっていうと、まあ、うちの場合、まあ、一番大きかったのはその JA に、まあ、売ってたからですね。基本 JA、 その何ですか、別種の混入を防ぐ意味があるんですよ、一つは。例えばうちはそんなことなかったですけど、まあそれこそ農業だけでやってるような、もう大きい、なんていうんですか、広く農業をやってるようなところだと、まあその新種のお米も育てたり、新種っていうか別のお米をこう育ててるっていうところとかもあって、でも機械は一つじゃないですか。だからそういうところで別のお米がこう混じってしまうっていうのを防ぐ目的があったんですね。それともう一個は有名な銘柄米に関してとかみたいな、まあ、品種に関してはその作った人が権利があるというかね、というでも言いましょうか、新品種を作るのって実は相当な労力がかかってるらしくて、それこそ10年20年みたいな歳月がかかってるって話なんですよ。だまあ結構最近いろんなお米とか何にしろ何にしろ品種、まあそうですね、有名なところを挙げると北海道のゆめぴりか七つ星、あとはどこだったかな、岩手かな、間違って、金色の風とか、あとはあれですね、ぶどう、分かりやすいかもしれないですね。シャインマスカットって言ったら多分結構皆さん知名度がもうあるんじゃないかと思うんですけど、ああいう品種ってその種そのものに、あ、まあブドウは木だから別なんですけど、それこそ稲なんか毎年植えるじゃないですか。でも要は一度だけ種買って、要は収穫した種、まあ、お米を種として植えられたら、まあ、作った方は断層がないわけですよ。せっかく、まあ、お金も時間もかけて作ったわけ で、それを、まあ、守る法律っていうかがありまして、そういう種とかの品種について、そのまあ専売というかする権利を、何年だったかな、50年もあったかな、まあ与える、まあ各国これはあるらしいんですけど、アメリカとか、アメリカなんか顕著だったんですよ、その遺伝子組み換えについてですね。一番なんか裁判の例があるらしくて、遺伝子組み換え前じゃないな、もう何だったかな、麦だったかな、なんか作物
があって、要は遺伝子組み換えで、なんか虫に農薬をかけても枯れないみたいな、そういう虫に食われないみたいなやつがあるんですって。で、それを育ててる、まあ、畑のすぐ近くで、人が普通に農業やってたんだそうなんですけど、で、その人は普通に要は物を作ってるつもりだから、特に気にせず、まあ、自分のところで取ったものを種として、まあ、次の年植えてたらしいんですよ。なんですけど、まあ、ある時そのなんか種っていうか製造会社みたいなのが来て、まあその遺伝子組み換え作物を勝手に植えて作ってるって言われてしまったそうなんです。で、まあ、なんとかさん、名前が思い出せないから、なんとかさん統一するんですけどは、まあ、自分はそんなことをしていないって言ってたんですけど、何の作物だか分かんないんですけど、要はその受粉の関係で飛んできてしまってたらしいんですよ、いつの間にか。で、まあ、証拠としては、虫だか、その農薬だかをあれして、まあ、枯れるだか食われるだかしなければ遺伝子組み換え作物だって言って、結局枯れなかったんだか、食われなかったんだかして、裁判に負けてしまって、まあ、多額のお金を払わされたっていうお話があるらしいんですよ。農業っていうのも一概にいいものっていうわけではないんでしょうな、やっぱり。なんて言うんでしょうね。あ、やべ、引っかか、やべ、引っかかったこれ。一昔前の、小作人と地主みたいな話が。要は、まあ、要は土地持ってて年貢、要はそこで土地を借りて作ってる農家っていうか、まあ、米農家は、まあ、年貢をその領主とか地主に納めている話で、で結局土地を貸さねえぞ、年貢はもっとよこせって言って、結局立場的に苦しい立場だったっていう話が昔にあるらしい。それとやっぱり結局形は変わろうとも似たようなもんなんでしょうな。ちなみになんかあれらしいですね、農地って農家にしか売れないらしいですね、原則として。 だ、要は開発阻止の名目なんだかよくわかんないですけど、耕作地をこう販売する場合は相手はまあ、農地としてしか使えないらしい、原則として使えないっていうなんか決まりがあるらしいですね。詳しくは知らないんですけど、なんかうちの親から聞きましたね。そう、しかしでもなんか土地、まあ、税制上の問題らしいです。あれ、ああ、さっきのやつか。賃金が突然出てきたのびっくりした。税制上の問題らしいんですけど、まあ、要は家を建てるための土地っていう設定よりは、農地とか、あと山って言って、要は何ですか、こう、山林扱いの区分の方が、らしいですね。はい、いきますよ。これさ、もっと右のやつはあれか、まあ、後ろのアタッチメントの操作でこんなん使うんだな。コックピットみたいで本当にかっ、戦闘機とかこんなん 戦闘機なんて乗ったことないけど、
入ってる入ってる入ってる。これ難しいわ。しかもこれエンジンかけた状態で映るとあれなんですね、これ出せるんですね。これさっきあったらこのパイプが出てこなかったんですよね。さてもういいな、アウトです。また出てきた。ちなみに今の現状の目的というか目標は、あの麦買った時ってこれ藁をこうまとめるベールベールっていうのかな、技術っていうものがあるんですけど、まあそれをまあ一揃い買いたいなと思うんですけど、20万ぐらいかかりますよね。20万ドル、まあ、ドルかな、うん、結構高くて、正直あんまりやってやんないですよね、そんな。わざわざ。で、だから、ただ、そういうのがないと、牛とか家畜には移行できないらしいんですよ、調べたら。あとは、なんだっけな、そのベール技術と、この芝刈り機っていうので芝を買ってこうペールにするしたりとかするのと、こう藁を塊にするこういうのが必要らしいんですけど、高いんですよこれ、どいつもこいつも。なんでこういうのがあってやっとそのまあ家畜が買えるらしいんですね、オーガーワゴンとか。なんかあれを草撒いたりするらしいですね、家畜。この辺輸送だったり、これは水運ぶやつらしいですね、安いですけど。あとはこういうなんですか、排泄物を肥料として使用するみたいなとか。買いたもんいっぱいなんですよ。まああと自分はじゃあこれを後でまあ運んでいく感じで、そうですね、もう1時間になるので今回はここまでといたしましょうかね。いやー、なんかやり始めるとあっという間なんですよね、本当にこのゲーム。それではまあなんか独り言をずーっと話してるような感じになってしまって、なんか他のゲームと違うなーっていう感じはありますけど、まあ、ここまで見ていただけたのであれば、まあ、本当にありがとうございます。また、まあ、不定期というかになるかと思うんですけど、まあ、ファーミングシミュレーターやっていけたらと思いますし、またなんか面白いゲームがあったら、そっちもやっていけたらと思ってるので、ただ冬この時期はちょっと繁忙期に入って忙しいんですよね。だからまあちょっとわかんないんですけど、これからもよろしくお願いいたします。それでは、またお会いいたしましょう。 See you